んにちは。 WPS のチャンネルにお越しいただき誠にありがとうございます。今回はボストン市内にあるビーコンヒル地区をご案内します。ナレーションは天野美穂です。ビーコンヒルはボストンの旧市街地で、名前の通り小高い丘になっています。もともとはもっと高い丘が3つあったのですが、それらを崩して住宅地が作られました。チャールズ通りは丘のふもとにある目抜き通りです。日曜の朝に撮影したので人気がありませんが、普段はたくさんの人でにぎわっています。ブティックやカフェ、レストランが並んでいて、買い物や食事におすすめです。またご覧のようなアンティークショップもいくつかあります。なかなか本格的なお店ばかりですが、アンティークがお好きな方には興味深いかもしれません。その他にも薬局や郵便局、小さなマーケットなど生活に必要なお店も揃っています。道路の反対側に見える大きな建物は1807年に建てられた教会です。現在は1階が商業用スペース、2階から上はオフィススペースとして使われています。こちらはビーコンヒルでは珍しい木造住宅、色のコンビネーションも絶妙でひときわ目立ちます。さて、これから丘を上がりたいと思います。ビーコンヒルの歩道はレンガ敷きや石畳が多いので足元にはご注意ください。ウエストシダー通りに来ました。チャールズ通りと平行に走っていて、路地を挟んでワンブロック丘を上がったところにあります。歩くと勾配を感じるのですが、この映像ではなだらかに見えますね。坂の下に見えている高い塔は先ほどの元教会です。ビーコンヒルは歴史保存区域になっているため、建物は昔ながらの外観が保たれています。ガス灯を LED 電球に変えていくという話が出ているようなのですが、この風情ある街並みが大きく変わらないことを願います。こちらは石畳の残る栄光通りです。絵はがきにもよく使われているボストンの代表的な場所です。上から見るとこんな感じですが、どちらの景色がお好みですか？ちなみにこの道は私道、プライベートな道なので、栄光通りに住んでいる人か訪問客しか通ることができません。次の見どころに進みましょう。こちらはルイスバーグスクエアといって、小さな公園を囲んで四方に建物が建っています。栄光通りのすぐ近くにあります。ルイスバーグスクエアの10番地は若草物語を書いたルイザ・メイ・オルコットが晩年に住んでいた場所です。今見えている建物は後に新しく建てられたものです。ピンクニー通りはルイスバーグスクエアに面している道の一つで、チャールズ通りから伸びている坂道です。住宅が並んでいますが、一角にはこのように素敵な佇まいのお花屋さんもあります。ではピンクニー通りを少し歩いてみましょう。ここ15番地はアメリカで初めての英語幼稚園があったところです。20番地にはルイザ・メイ・オルコットが若い頃に家族と住んでいました。このグレーのお家を含め、ビーコンヒルには奴隷制度廃止運動に関連した史跡巡りがあり、ブラックヘリテージトレイルと呼ばれています。同志社大学の創立者新島ジョーはアメリカ到着後数ヶ月をビーコンヒルのこの場所で過ごしました。こちらはビーコンヒルの開発に携わったジョナサン・メイソンが子供のために建てた家です。この旧メイソン邸があるマウントバーノン通りはビーコンヒルの中で最もエレガントな通りと言えるでしょう。赤レンガと緑がマッチし、美しい景観を生み出しています。住んでいる人たちのセンスの良さを感じることができます。左下に見えているのは靴の泥落としで、道が舗装される前はこれで汚れを落としたそうです。それではチャールズ通りに戻りましょう。束の間の散策でしたが、いかがでしたか？ご視聴ありがとうございました。